はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、強化黒金で独身術持ちキャラを作っていくシリーズですね。今回は外野手になります。で、今回のコンセプトはちょっと久々の電光石火高速ベースラン持ちのキャラで、まあ、走力をね上げていくという感じのキャラクターにして、まあ、守備範囲の広い外野手を作っていこうと思います。で、まあ、もちろん打撃にもねこだわりたいので、まあ、7位と、技術要員で雑賀と、名前が出てこないヤギュちゃん連れてきてます。で、また彼女キャラはサイリさんですね。で、石化とねベースランがねどうしても重いんでね、どうかなっていうところはあるんですけれども、まあ、これでやっていきましょう。まずはコツの練習があるので、雑賀かカルロスか。カルロスはね守備職人も持ってるんで、守備寄りの選手を作るときには結構いいですね。コツの数が多いので、まあ、安定はしないんですけど。で、内野安打はねさっき取れたんですけれども、一応イベントで手に入る確率もあるので今は置いておきましょうてか、まあ取れないんだけどさ、そもそも。で、練習、そうだね、他の練習でどれだけ金を稼げるか、それもねちょっと意識したんで、だからダブルタックは、まあ、一応組めるようにしてきたんですよ。まあ、筋力はね組めないんですけど。いや、やっぱ7位はいいよね、本当にね、今ね一番欲しいキャラクターですね、7位は。あとはサイリさんがまた最後パターンか。メンタルにしてもな、ちょっとな微妙だからな。 10% かかといってな、 15% か。3人の評価上がるね。まあ、行こう。ここでサイリさんが出てくれて回復して練習をすれば9月の1周と。まあ、ヤギュちゃんがね金徳不確定だからね、ここは。そうか、なんかこれ前回もなんかやってた気がすんな。8月の4週の前イベは固定か。ありがとうございます、10円。監督って K マネーいくら持ってんだろう。これもなんか学校から支給されるのかな。君の教えているクラスは成績がいいから K マネーを出そうみたいな。400円。まあマネちゃんでいきましょう、この3つだったら。 OKOK、 いいね。敏将か、まあ、今回に関してはね敏将は全然あっていいんで。前回のね金儲けがねちょっとしくじってるからね、今回は安定志向でいこうか。どうしようかな。あ、そうそうそう、あと編成がね前4なんですよね。まあ、サイリさんがね少ないからどうかな、大丈夫なような気はするんだけど。カルロスもね通常イベントが2回あるんで、どう響いてくるか。パワースナックは買おう。チームメイト評価は重要だからね。筋力70円、30円、200円はちょっと無理か。あ、盗塁、これは買おう。職人枕か、どうかな。通常時だったら職人枕結構いいんだけど、今回強化中だからね、強化中はだいぶ回復できるんで、サイリさんを最優先にしよう。やっぱりここはまずはサイリさん評価を乗せる。日野とかまだ自己紹介か。まあ前が重いからね、どうしてもしょうがないんだけど。評価上げ的にはここがいいんだけど、ちょっともったいないよね。カルロスでいくか。カルロスって敏将ボーナスがついてんだっけ。やる気デッキなんでね、カルロスは。コツだけど、サイリさん、お、いいね。昨日はね広角打法を持っているっていうところもいいですね。まあ、ただ今回はね雑賀もいるからね、
そこら辺のコツはだいぶ安定できると思うんだけど、皮非降格は金儲け、手堅く行こう。手堅く今回は、ちょっと待って、手堅くは手堅くだけどさ、またゆかり様に頼むか。なんだかんだですぐ俺金に目がくらむからな、それで失敗するパターンみたいな。新流石欲しいな。新流石一応さらっと見よう。新流石って結構下の方に売ってるからね。技術だな。あー、モテモテになるのか。いやでもサイリさんのイベントでね、モテモテになる可能性はあるからね。お金は取っとこう。サイリさん追加、怒らないなんてことだ。ただこれはいいね。サイリさんと一緒にやりたい練習のところにいる。ただコツをくれないサイが。一級入魂はね、買わないと取れる手立てがないんで。お、早いな、もう告白イベントか。まあ早々にはねデートを進めらんないんで。ただここで体力が回復したのは割とでかいな。日野がまだか。サイリさん、まあ体力減らしておこう。日野ってどういうテーブルだったっけ、ちょっと見てみよう。久々だからね。日野とカルロス久々だよね。まあサイガも久々といえば久々か。まあ、今回はねそういうキャラクターを使っていきたいんで、タックは80か。試合経験点ボーナスつくんだね、それはいいね。得意練習率アップで、やる気効果と筋力ボーナスがつくんだね。なるほどなるほど。ってことはチャンス盗塁阿部飛降格と、コツはいいよね。でカルロスはね、あのやる気テーブルなんで、こっちかテーブルから見ると、やる気効果100の敏将4でタックが80と。まあ、45になれば試合経験点ボーナスがつくんだけど、まあもう限定キャラも限定キャラだからねこいつは。5まではまあ不可能だね。あ、でコツか、盗塁走塁バント内野安打チャンスメーカー守備職人と、少し多めかな。まあ、ただ走力系のね欲しいものは揃ってるんで、持ちはちょっといいわ。ここはゆかり様とバイトしよう。安定して金を稼ぐ。タイガもね、覚醒システムが導入されればまた化けるんだけどね、まあ、俺 PSR 持ってないんだけどさ、ラッキーボーイだらけだな。ここは30円のやつだけでいいかな。ちょっと揃ってるアイテムが何とも言えないな。タイガコツ、よし、パワーヒッター7位とタックが組めればパワーヒッターの賞もらえるのか。どうだ、おお、シラス金が40も減らされるんだ。ひでえな、シラスとかマジで。7位どうしようかな。まあいいや、ちょっとこのまま行こう。パワーヒ以外でお願いします。合格だ、ほう、オッケー。これは体力減るっけ。体力減ったらデートしよう。うん、デートしよう。進めておきましょう、サイリさんのデートを。で12月の1周で全回復ですね。いや、なんでさ、デートで評価が上がらないの？完全に恋愛対象として見られてないから、最初の方は。これどれがいいんだっけ。毒とか入ってないよね、これだ。今に限っては
いいね、走塁。肩と筋力か。精神ポイントがちょっとカツカツになりそうなんだけど、いやどうするこれ、やっぱ安定して岩井くんにしよう。お願いします。200円託したんだ、まずまず。うん、おーい、今回は星空星光くんがいないから危なかった。あれもうどうなってんだっけ今の。ちょっとわからんな、わからんからこれにしよう。チームメイト評価が上がるんで。パワースナックがあったな、まあいいや、これでもう大丈夫でしょう。チームメイト評価で精神は買っておこう。気分やれんだか、ちょっといらないな。30円は買っておこう。こんなもんか。サイガカルロス、てかカルロスって何くれんの。サイガってなんかろくなもんくんなかった気がするんだよな。ちょっとちょっとこっちにしよう。カルロスが何をくれんのか気になる。足バックだ。SR 積極マスク。 SR ってどういうこと。まあ、後指はね全然気にしなくていいんで、まあ、絶対消化できるんで。コツ、サイガのコツか。あ、日野がいるね。日の何くれんの。ちょっとこっちにしよう。ナナイとねタッグを組めばパワヒの賞をくれるんで。仲良しの音。なんか微妙だな。まあ売りさばくけどね、いらないやつは。評価上がらないね。まあそうなんだけどさ、ちょっと見てみよう。これは積極走塁か。あ、でもいいんじゃない、今回に限っては。チームプレイはいらないな。これなんで手に入れたんだっけ。まあいいや、使おう。仲良しノートを売ろう。じゃあ評価的にはみんなあるね。じゃあサイジさんあげますか。これどうする、一番目にしよう。よし、筋力20ゲット。あー、再三足んなかった、悲しいぜ。そうなんだよね、こういう悲しいことが起こるからね。どうしようかな、まあ普通にポイントをゲットしておきましょう。中吉、まあまあまあ、シラス高校にやられてるからね今。どうする、50円、50円だったら減ってもいいかな。こっち200円だからね。一攫千金狙うだったら持ちか。持ちは100円か。100円で2か。いやどうしようかな、ちょっと悩むな。持ちにしよう。持ちの授業ってエッセイだよね。持ちは投資はしないのか。 OK。 持ち690円、初売り。ここで何が出てくるか。災害が終わったね、早いな。災害これ全部終わったよね。もう一球入魂、初級コツが欲しい。マインドどうしようかな。選球眼はな、欲しいと言えば欲しいんだけど、体力は減ってないからね。これなんだっけ、積極打法。よしよしよし。8円買って、まあ、20円も買っとくでしょ。新入籍いいね、買おう。わんぱくノート、怪我しにくさ。怪我しにくさもまあ有能ではあるからな。まあ、精神買って技術も買っとくか、金あるしね。総力スパイク買う ?1、ワンパクは×か。怪我しにくさ買っとこう。あとはやっぱ総力スパイク買っとこう、金があるから。補充を目指そう、補充を。今回安くなってるからね、少
少しまた揃えていきますか。ちょっと待って、いいに揃えよう。肩がしょぼいな。センス丸がね来るかもしんないから、あんまり強くしすぎてももったいないんだけど、ちょっと弱すぎるのもあれなんで。マイベどうなの、今のそのイベント状況。脅威の守備範囲、これ普通の方ですね。ポイントがやっぱ少ないよね。20くらいしか手に入んないからな。ここはちょっとサイリさん許可上げてこう。まあデートしてもよかったっちゃよかったか。ただまあ1回こなしてるからまだ急ぐほどでもないんで。あ、サイがまだこれが終わってなかったよ。これ体力減るんだっけ。あ、減るね。まあその代わりポイントはそれなりか。で日野の通常イベント、前イベなんかちょっと進んでない気がするんだけど、サイリさんもまだ起きてないからね。大丈夫か、イベントを切るわけにはいかないからな。あ、ダメだ、来なかった。追加の商品補充がなかったね。もうここはね、体力回復はしょうがない。2月の1週で回復して、バレンタインで回復して、脅威の守備範囲、これ成功失敗あるんだよね。成功すると内野安打多いね。じゃあ内野安打は掴んじゃいましょう。この時のために置いておいた。安っ。118 あ、コツってなんかめちゃあれだね。やっぱり45になると、あー、これどうしようかな。安定してマネちゃんにしよう。多いね、バン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 。あ、これでもらったんだっけ、そういえば前回。まあ、サイリさんもね、経験点はくれる方ではあるんで、パワージューサー買っておこう。スカウトこれ買っとこう。技術、敏捷、今回結構書を変えてるね。書敏捷の書。まあこれも買っとこう。補充しとこう。補充ミート1か。50円買っとこう。まだ400円ある。そしてタックがないからサイリさんだな。その代わりサイリさんの評価が苦戦してるか。低めの打撃を覚えてもらって、野球ちゃんがあと成功するかだね。あ、どうしようかな。7位か。パワーヒッターが来てパワーヒッターの初号。いや、でもな、カルロスからな、コツをもらっておきたいっていうのもあるんだよな。いや、悩むな。石化ベースライン用のコツが全然だかんね。まあ、一応、走塁は取って盗塁も2なんだけど、ただどうしてもやっぱりね。いや、いつもだったらな、これマジ経験点に流されるけど、今回ちょっとコツにしよう。走塁盗塁は5にしておきたい。練習会いい。せっかくタックを無視してまでやったのに。こんなんでさ、結婚相手が決まっていいわけ。まあ向こうは良さそうだけどね。体力回復はするんだけど、まあいいか。見ましょう。可愛い指輪どうする。10円はちょっと漁っとくでしょ。いやー、なんかいいのないね。かといって今のあれで指輪を買うだけの余裕はないんで、
これはちょっと使っとこう、積極走塁で。どうだろうね、技術が少し高めだけど、スカウトさん評価にしとこう。試合がないからね、スカウト評価がなかなか上がりづらいんで。よし、ぶったたけよこいつ、パーンっていけ。よし、オッケーひでえよなこれだけ見ると何歳？お、結構ポイントもらえるね。 SOS、 ようやくサイリーさんが終わったか。甘よう、で金も置けと。まあ体力は全開なんだけどね。470円、あーちょっとこの2つだったらゆかり様に俺のお金を任せよう。頼む。よしよしよし、 OK。 今回は金儲けは順調だね。ただこれだっていうアイテムがないんだけどね。広角の方は買おう。他便所はちょっと必要になるからね。やっぱり万能スケジュール帳はもういらないんだっけ。晴天か、晴天はやっぱり高いな。高いんだけど精神ちょっと必要になりそうだしな。よし、これでいこう。コツ7位、7位はパワーヒーをくれる可能性がある。逆境、オッケー。7位とまだタックは組んでないのか。あ、どうしようかな。かわいいネックレス、あ、強化入門ネックレス大丈夫かな。筋力をちょっと上げとくか。9円だったらね全然いいでしょう。でワンパクノート的なやつ仲良しノートの方か。まあ60円でいいかな。無難に行こう、無難に。タックがあんまり起きないね。カルロスのコツか。広角はもう5になってるね。つかもう初級ね、1級入魂、まあ1で、まあこれだったらねなんとかっていうとこだよね。逆境ももう取っちゃっていいね。ローボールヒッターは後だから置いておきましょう。コツ系の書があんまり来てないのか。まあここはちょっと普通にメンタルでコツをゲットしに行こう。走塁系くれ、できれば走塁。バントかよ。行こう。これは短縮する。これでもさ結構アイテム持ってるからさ、うわ、何も手に入んないよこれ。長いけど何これ。おお、めっちゃ長くね。え、何これ、これ何だっけこれ。いや短縮しよう。500円、すげえ。で7位がようやく始まったか。進めていこう。3月、いやー厳しいね、ちょっと厳しいね。イベントの進み具合が。日野はねコツもらっときたいよね。ダブルタックではないから、ちょっと日野コツもらおう。盗塁くれ、チャンス。まあいいか、これでチャンスは OK だね。金はあるからな、練習しよう。これ結構減るんだよね体力40ポイントもらえる割にはかなり体力持ってかれるからな。まあ金儲けでねなんとかなるんだけど、減らしたくない、金を減らしたくない。どうする、バイトしよう。パピオンとバイトして筋力ポイントもらっとこう。でジュース飲もう。お、大成功だ、やった。筋力40、何気にでかい。サッカーがようやく最初か。め
ちゃくちゃ体力を持ってかれてるけど、しかしそんなものはガブ飲みすれば大丈夫だと思ったけどそうだね、これ買おう。可愛い指輪なんとなく買っとくか1個。あとはまあこれはね別にいいんだよね、なくても。監督もほっとくとして、これ買っとこう。ちょっと待ってね、ポイント自体はどうなってる？それなりに溜まってきた。1回 D に揃えよう。外野だからね、こう平均的な能力にしたい。あーでもな、そうかそうかそうか、走力と守備を少し特化させたいのか。じゃ1回これ上げとこう。肩は少し弱めでもいいか、肩は C でいいか。まあ、パワーはね絶対欲しいからね。やっぱ精神だな、足りなそうなのは。で、タックを見よう。タックを、走塁悪くないね。G を1個使っちゃう、これだったら。でそろそろデートも進めていかないといけないんで、ラブパワー。また走塁。ちょっと1回デートしよう。これで3回目か。まあ大丈夫そうかな。あとは前、前どんだけ残ってる。サイリさんは終わった。カルロスまだ。日野に至っては、金もらおう。ここは60円か。まあまあまあいいでしょう。でサイリさん大丈夫だったね。まあ指輪買う必要はなかったか。おお、すげえいっぱいいるねこんだけ集まってるとやっぱり経験点いくね。ラブパワーも発動してるし、パワーヒッターがどうなるかだな。足が痛い。ここに来て爆発は勘弁だぞ。まあ、今だったらポイントでよかったかね。よし、ここはアロマグッズみたいなの使おう。サッカーしようぜが2回目でしょ。でこれは下だよね。これで走塁骨。そうか、スタメンか今回。どうしようかな。945円か。200円減らしたくない。ちょっと今回もうマジでね、守りに入る。守りの金稼ぎで見よう。一応見よう。総力スパイクが一般で、あ、ジムチケット、これはちょっと買っとこう。敏捷ポイントばっかりだな。タックを組んで、100円でな、蹴りをつけたいな。分かってます。金に物を言わせよう。もうこれいくぞ。100円、消えろ。うわー、来たかー。もう一回100円ぶっ込もう。 OK。 300円かかるよりはマシだからね。一回300いくらとかになってたからね。さて、ラブパワーの効果が切れてしまったので、7位も2回目かー。5月の3週大丈夫か。なんか誰かが完走できなそうな気がすんな。でもあと7位が1回になって、カルロスもあと1回、日野があと2回だっけ。恐れるな、もうまだやってないからね。やった記憶がない。日野コツをくれ。また買い忘れが発生してきちゃうな。よし、これ盗塁 OK だね。でカルロスが終わったか。大丈夫かな。これはもしかして。かなり掴んだね。いいねいいねいいね。高速ベースだもうまあちょっと走塁、走塁もうちょっと置いとこう。3で掴めたのでかいな。でもで購買部、やっぱり敏捷だな。敏捷、敏捷足らんわ。
技術も結局使って、総力スパイクどうする、買っとく1っていうのもなんか最後の方で役立ちそうだ。うわアイテムか。アロマオイルを使います。でこれも使います。でこれも使います。あ、なんでこれこんないっぱいあるんだっけここに。まあいいか、わからん、わからんけどなぜかある。総力スパイクを買います。いや最終週のために金を取っとくか。まあ50円のあれだからね。アギウちゃん7位。どうしようかな、ここにしとこう。まあアベレージヒッターとかくれれば粘り打ちか。これは無難にさよなら。よし精神をくれた。おお、いいねいいね、体力を減らしてくれる。そこからの金儲けで回復。ここもまあ最後だし安定していきましょう。100円、君に任せよう。おーい最後だけで日野が2回目か。恐れるな、勇者だろ。あそうだ、爆弾取れるんだこれ、やった236円しかない。まあ、かといっていいのが来てるわけではないので、とりあえずスポーツジムチケットは大切。まあいいかいいか。精神系がちょっと怖い。ちょっと総力がどこまでいくか。せっかとベースランも気にしないといけないから、とりあえずは A にしておこう。それ上げたいよな、コツレベルを。7位か、やろう。パワーヒーまだ取ってなかったよね、まだ置いてあるはず。よし、パワーヒーはね5にできればねかなり。あれこっちはね使う方だ。ミートも1上げられる。ここら辺ちょっと考えて、A にしちゃったよ。総力スパイクじゃ S まで持ってく。総力やっぱりパワーヒー使おう。パワーヒーをね5まで持っていければ。ミートはじゃあ B にしよう。 B で置いとこう。で補給に作精神力がない。パワーヒャちょっと取っとこう。7位が終わってねえな、もう6月の3週か、ギリギリかな。で7位、あれ逆境ってどうなってんだっけ。一回コツは取ったんだけど、逆境コツはもう潰してあるか。悩みどころだね。まあでもコツなんでやっておきますか。でデートもねしないといけないからね。4週はデートする？よし、これで7位が終わった。あとはせっかが7月に来ればいけそうだね。7月全部残ってるから大丈夫だよね。ありがたい。コツは何？才賀か、まあ、固め打ちもらってないんだけど、固め打ちはな絶対必須かって言われると今回に限ってはそうじゃないから、怖いから残り1回にしておこう。サイリーさんちょっと待って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 、会話するよ会話する、会話するからな。どうする？筋力はね多分いいと思うんだよね、やっぱ敏捷か。そうするとまずアーチストアつかもう。そこからのパワーを上げていく。ちょっと待って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 、パワーもいん取った、ちょっとごめんね、なんか分かんなくなっちゃった。まずアーチストア確定させる。でミートバットは使っちゃおう。で総力スパイクも使っちゃおう。でここに来ての才能はまあいいからデートだな。うわな、出た出た、この謎仕様いや怖かった、よかった。
ったな、デートしておいて。ちょっとこれは敏捷ポイントが欲しい。いやほんと怖いわー、からデート。よし、 OK、スライディング特訓をしましょう。石化は1か、まあ、石化は1でもしょうがない。176かー、まあまあまあ、ベースランは置いとこう。まあ、取れないことはない。もう総力は A になってるからね。デートしよう。さっきデートできなかったかな、そもそも。パワーが今 C、 ミートも C だっけ。上り上司、上り上司を取る精神かな。2番、珍しいな。いつもあんまり総力上げないからね。サクッといこう。なんか使うのある。じゃあまたこれだ。間違えた。うわあ、れポテンになったけど。そうか、タッチはあれだよね、重い球持ってるからね。一旦パワーは B にしておくか。カルロス、さすがに足速えな。走ってきたね。うん、どうかな、ウエストされっかな、されないか。それが命取りになったな。まだ投げてるか、頑張ってるね。3点取られてる。あ、9回にさ、わりかし点取られるよね。そういう仕様なのかな。タックがあるからタックをやっておきたい。1% でしょ。7月の3週にデートして、まあいつも通りね、4週まで取っとくのが怖いから、俺はもう安全策を取って。一応これ見よう。日野か、まあ日野はね、走塁を持ってないんだよね。盗塁は持ってるんですけど、走塁持ちではないんで。よし、 OK、 こなしたこなした。あとは独身術だね。1と3だとだいぶ違うからね。これ会話の内容だと分かんないよね、1だか3だか。どう、少し、まあ1だよね。まあ高速ベースランをね、3でつかめたっていうのが、それだけでもかなりでかいんで。140か、いくつ使うの。7321210の350使うんだ。で、あ、1級入魂もな、ベースランもね、重いな。全てが重く感じる。技術はまあそれなりにあるから上げとこう。足 S にできるかな。何気に総力スパイクで2上がってるのが結構でかいからね、ここに来て。まず一発。負けるのが本当怖いんだよね、こういう風にさ、割とうまくいってるとさ、うわー負けたーみたいなっていうフラグをね、立てるのもまたあれなんだけどさ。別に俺フラグの一級建築士ではないんで、多分立場と思うんだけど。あー、しまった、でも抜けたか。点が取れるだけ取っとく。黒金リードで迎える8回です。ツーアウトランナーなしという場面で中森打った、これは強烈。まあ大丈夫でしょう。よしよしよし。って言っても試合はあと3回あるからね。まあ最悪ね、
決勝で負けるのはねしょうがないとして、決勝まで行きたいよね。でコツ、今となってはコツが重要だけど、災害やっぱ強いね。こっちだな、ガブ飲みする、ガブ飲みするものがあんまりないね。一回精神挟まないとダメかな、まあ、精神は足りてないからいっちゃいいんだけど、筋力は何気に乗ったね。筋力足りなくなるかなって思ったんだけど、まあ、精神がね足りなくなるのはなんとなく見えてたんだけど、才が筋力は大丈夫だからちょっとこっちにしよう。固め打ち取れればまあよしとしよう。ポイント OK。 一級入魂のコツがないのかな、コツっていうか初級の解骨がないのかな。ベースランは置いておいて、怪我しにくさとかな、なんだかんだで精神使うか。一級入魂127の精神使うのか、低級筆だが精神使わないのが、まあ、助かるけど、ずっと残しておくのもあれなんで、あとは甲子園勝ち抜いていけばいくつだっけ、63くらいだったら全然足りるね。足りるねって言ってさ、負けても、まあ、負けてもエピローグポイントで63は確保できるんで、まあ、最悪しょうがない。2点取られてるよ。やだよ、ありがとう独身術。点取られてるけど、お満塁だ。これはあ、そうか、一応スポーツジムチケットが2個使ってあるからね、みんなかなり強いはずだけどさ、結構点取られるよね。まあその代わり点も取れる、5点とか。普段だったら5点取られると結構絶望的なね点数なんだよね。1人でしか回ってこないとね、ホームラン4本打ってもさ4点だからね。でちょっと1回精神を挟みましょう。どう、おーカルロスがいるけどさ、まあ無理だよ、それはさすがに無理だよ。ま、イベントでね走塁2まで持っていけたのが結構でかかったな。ヤギウちゃん全然意識してなかったけど入れてよかったな、走塁取れたんで。どうなってる、走力ちょっと S にしとく、大丈夫でしょ。 OK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 、 ミートは上げらんないかな、精神力が足んなくて。ノーアウトランナー一塁という場面で中森一塁ランナー走ったね、ボールを二塁へ送った。超余裕なんだけど、まあ走る意味はないんだけどね、カルロス疲れ損っていう。ツーシーム、少し下目を意識して狙っていこうと思ったけどボール球だったね。ほい、えずらされた、ツーシームで少しずらされたか、俺的には行ったかなって思ったけど甘かったか。やっぱりミート B ないときついか。ほいよーしよーしよーし、おー今回投手頑張ってるね、進化。今日2本のホームランを放っている中森、ボール、ストレート、投げました、あ、しまった、早い、打ちました、フォークか、まあ、1回狙ってこう、もうあーちょっと無理、内角低め見送ってストライク。このフォークはさあ4球目打たないとあれかな、大丈夫か。膝元、フォークは外れてボール、はっきりさあストレート、平行カウント、ほい、
やっぱりさ9回に何かしら点取られるよね。謎仕様。スカウト評価もうマックスになったかな。最後の最後に何にもない。なるべく精神力が上がるやつがいい。守備練だな。そうすると高速ベースランは掴んじゃいましょう。いや今回ね金儲けがだいぶうまくいったからね、ちょっと400円系の物販はなかったけど、しょうがない。重いは重いよね。筋力なんだかんだ言ってあるな。チャンスはちょっと1は掴んどこう。そうすると守備力上げるか。じゃあ肩も上げるか。パワーは A まで持っていけるね。他どんくらい使うんだっけ。忘れちゃった。定期出だ。筋力を残しておけばまあわりかしなんとかなる。そんなところかな。で試合経験点とエピローグでミートを B にしたいね。9上げればいいからね。ちょっと待て、振り。まずは見送りました。さあ次の投球。投げた。すごい失投かよ。第3球は一つ外したボール。カウントワンボールツーストライク。大西くんはもうマジやだ。うわ今のはボール球だった。ちょっと低めだったかな。スライダー狙えれば狙ってくるけどちょっと、またスライダーか。これはどうだ。ボール球だった。またおとなしくさストレート組んの待っとけよかったね。スクリューピタッときたら打とう。ピタッときたら。いやこれもボールでしょ。ストレートこれだな。ほいもう一回待ってこい。負けるのはしょうがない。そうか、嵐丸は右利きだった。大西は左利きだけどね。ストレートこれは入れてくるかな。ツーボールだし。ほい。いやいいよ本当にいいよ。独身術。お、これは勝ちも見えてきたね。さすがにスポーツジムチケットを2つ使っただけのことはある。最後は己の力を出し切ってもう一本打つ。ほい。なんだかんだで7点取られてるからな。おおいいね。あれ試合経験点ボーナスって日野とあと誰わからん。だから才賀はないでしょ。ヤギウちゃんもないよね。でカルロスは持ってないっていうか45になってないから、あれあと誰入れたっけ。1人出てこないんだけど。せっかベースラン、まあいいや分からん。あとで特殊能力の画面に行けば分かるでしょう。忘れられた1人。いや本当に出てこないな。前イベの人だよね。どういう並び順だったっけ。ヤギウちゃん、サイガ、あ、ナナイだ。あ、そうだ、ナナイが試合経験点持ってんだ。ナナイお借りしてる分際で忘れてしまった。申し訳なかったね本当に。ナナイくんよし、ロボルヒッター。ゲームはねいくらになる。これ5くらいになってほしい。8。もう8でも5でもどっちでもいいよ。7800。今回はねほんと金儲けがねうまくいったんでよかったね。なかなかこう理想の選手が出来上がりそうだよ。まずはちょバントは置いとこう。低球質だよし。でミートを上げよう。 B に持ってく。そこから
あ、守備とか A にしたい気がするんだけどな。余っちゃうよね、筋力ポイントが。一発逆転みたいなやつ、なんだっけ名前忘れた。あ、上り調子もあんのか。あ、一発逆転でいいのか。これちょっと取っとこう。で、そこからまず守備を A にする。補給がね、 D っていうのはもうしょうがないよね。チャンスコツ、まあ、せっかくだから取っておこう。怪我しにくさ、まあ、筋力を使うっていう意味で取っとく。守備職人欲しかったんだよね、本当は。取るか、直取りするか。ちょっと欲しい、欲しいものは欲しい。あとは筋力とあれが余ってんのか、敏捷が。やっぱり技術はね、必要にはなるからね。打開か、打開、上り上司、いや打開にしよう、消費の意味で。で、まだもうちょっと残ってるか、筋力敏捷が。筋力敏捷が残ってるんで、なるべく体当たりとか体当たりとかって何なのっていう。いやもう、怪我しにくさ取っちゃおう。で、敏捷が80。じゃあちょいちょいちょいと、まずこれでもう一回鳴らす。で、こうか。で、こうポイント的にはすげえ綺麗に使えたな。はい、というところで、まあ、こいつはね、イベント用の独身術持ちの1番バッターですね。石化とベースラン、無事つけることができました。やっぱりね、この2つは重い。石化ベースラン、独身術もね、1で、まあ、掴んだので、ここの3つでね、かなり経験点持ってかれましたけど、まあまあまあ、満足のいく選手が出来上がったと思います。まあ、やっぱりね、黒金、金儲けがね、やっぱりハマると、かなりいいですね。もうほんと金儲けとそのアイテムの出現によってだいぶ左右されるんで、まあそれが面白いところでもあると。これ毎回言ってるよねその金儲けが全てで、それが黒金のいいところだみたいなのは。じゃあとりあえず、まあ、外野ね3人作るのもいいんですけれども、まあ、全部ね動画にしてもあれなんで、これで一応野手編は終わりにしたいと思います。まあ、あと投手がね、作ってないので、そっちもやっていければと思いますので、まあ、またよかったら見に来てください。というところで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。